なちゃん、ハンバーグだよ。ほのちゃん、それちゃんとかじって。ほのちゃん、ほの、それかじるやつ。なんでそれ食べたの？切った方がいいかな。おいしいってやってたね。言ってた？やってた。あと指拭いた方がいいかな。なんか肉汁がね、結構ハンバーグすごいからって。なんかジロジロってなってたよ。なんであの大きさは。わかんない。なんなんだろうね。気分かな。なんか病院だともっと大きかったよね、一口分かな。うん、これは大丈夫かな。なんかほんとちょっと大きめそうなやつだけ。うん、こんなもんでいいか。いきなりあのサイズいったからびっくりした。びっくりだな。最近小口なのにね。これ飲むの？もう最近ね、コップ、大人のコップから飲みたがるの。まだ入ってるじゃん、あんまり。ちゃんと噛んでね、ほの。私もあるから使っちゃっていいか。うん、ちゃんと噛めてる？入りすぎてびっくりしてんの、お口。多分お口いっぱい入ってるから入んないんだけど入れたいなって悩んでるのかな。待ってる。うん、偉いね。あ、大丈夫か。うん、そんぐらいのサイズもいくんだ。何なんだろうね。なんか何なんだろうね、確かに。ものによって。気分。おいしい？最初おいしいってやってたけど。
うん、チーズハンバーグ初めてなんじゃない？うん、ハンバーグばっかり食べてる。うん、いや、ハンバーグが美味しいんだよね。ん？入る？うん、なんかもうちょっとちっちゃくした方がいいのかな。うん、なんか、なんなんだろう、かじるやつとかじんないやつの差が、あ、でも大丈夫かな、大丈夫か。うん、米が取れなくて怒ってる。取るのが下手になった。この他のものも食べないよ。これ美味しいね。ママの方？あるよ、水。ほら、ほのちゃんの。はい。これ自分で持って。さつまいもも好きそうだ、やっぱ。うん、お、あ、大丈夫か、うん、大丈夫か。おいしい？よくわからんね、この、うん、ん？ん？ほら、食べな。これ。これは？うん。嫌な。で、これは？これは？ハンバーグは？それはいいんだ。かじってみて、かじって。かじって、かじって、そこで。あ、まあまあまあ、大丈夫。ハンバーグは一口なんだね。
カロリーが。どう？美味しい？うん。うん、米が下手だね。そうだね。あ、いけたいけた。じゃあ大丈夫、口。うん、マジか。そんな入れちゃう？大丈夫？まあちゃんと噛めてるから大丈夫なのかな、うん、手が気になるけど、まあ、大丈夫かな。ちょっとギトギト。本当だ、すごい。なくなったらね、大丈夫？意外とごっくんしてるっぽいね。うん。食事中喋ってもいいんだよ。いいんだよ。お話ししていいんだよ。ね。コップで飲みたいって。ご飯取れてなかったのかな。こうやって刺して上にこのままグッと。諦めた。何してんの？これじゃ食べないの？噛めてる分にはいいよね。噛んだ方が喋ったりするあれもなんか、うん、いいみたいな。
噛めてるし詰め込んで覚えとかなってなければいいと思うよ。大丈夫？ちょっと取れてる？何？ほのちゃん。何？何見てるの？自分の手。じゃあ食べな。ご飯。ねえ、危ないよ。耳に刺さないで。フォーク。何してんの、ほのちゃん。クシじゃないよ、それ。結構食べてるね。うん。どうした急に。急にどうしたの。貸して。ちょっとまとわりついてくるね。すごい。大丈夫。お水飲んだら？さっき飲んでたけど。あ、飲んでた。うん、入ってるよ、いっぱい。うの。でも、あんまり水で流し込ませてもいけないから、この噛んでから。みんな、もぐもぐは？今日はでも比較的まだ早いよね、食べてる。うん、ご飯ね、飽きたら途中で振りかけ、ご飯そこまで食べてないかけると多分バーって食べ出す。ハンバーグそれなりにあるからどうなんだろう。そうだよね、量が多いもんね、ハンバーグ。ほのちゃん、遊ばないで。ほのもぐもぐして、ほら。もうどうなんだろうね、病院で食べてた量見ると食べれそうな気もする。うん、ねえ、ほのちゃん、ほのちゃん遊ばないの？ダメ。じゃあ口の中食べてね。
まだやっぱむせちゃうね、ちょっと。うん。入ってる？入ってるっぽかった。手ごめん。あ、だいぶなくなった。なくなってるっぽい。うん。このフォーク使いのフォーク、ほら、あ、入っちゃった。ハンバーグなんだ。チーズだけもうめっちゃなんか出て、ずるずるなってる。あ、違う、ご飯にいろいろ移して遊んでんだよ。もういらない？それかじるんだ、その大きさ。逆にちっちゃい方がかじるのかな、変に。ねえ、なんなんだろうね。もういらないのかな、でも。うん、お腹いっぱいだったらごちそうさまでいいよ。お昼もね、そんな早くなかったし。米は食べたいのかな、どうなんだろう。こんなふりかけかける？ああ、かける。なんかめっちゃちまちま食べてるね、ハンバーグ。じゃあ米は食べたい。これをね、ああ。で、シャンシャン見ながらかけると喜んで食べるよ。じゃあ、ほら、いいかけだよ。アンパンマン。もともとあんまり入ってない。はい。それ、もう抜いていいよ。はい。こっちいらないでしょ、多分。怒んじゃない。怒んない。あ、びっくりした。怒る。もう意外と食べない、これも。ほんと？お腹痛いのかな。はい、あー、でもうん、美味しい。終わっていいからね。うんうん。ね。やっぱりふりかけかけた方が食べるの上手になるよ。本当？うん。今も大きいの取ってたよ。ただ目の前でかけられるのが好きなのかな。全然食べてる。うん。本当だ。めっちゃ
っちゃ食べてる。でしょ？上手になってるでしょ、なんか。テンション上がるのかな。みんなお話ししながら食べるのかな。どうなんだろう、ね、前もこんな静かだったっけ。どうだったなんかどうなんだろう、久しぶりだからな。でも後半おいしいおいしいって言ってたイメージがあるから。確かにそれもなくなったからじゃない。うん。このもういらないかな。いかな、ごちそうさましようか。おのごちそうさま。いやいやなの。ちょっと笑いながらいやいやなの。食べんだ。分かってんのかな、ごちそうさまじゃないよ。分かってんのかもね。どうなんだろう。美味しい。ごちそうさま。まだ食べるの？こっちはまだ食べる？じゃあもうごちそうさま？違う。うん、え違うんだよね。いや、何手で食べてんの、おのちゃん。うん、彼女最近お米手で食べたくなっちゃうみたいだよ。おにぎりばっかり食べてたから。そういうこと。ほな、これは？ほら、また手で食べ始めた。のほら、フォークあるからこれにすくった方がいいよ。ほらほら、もうちょっとだ。でもあれかもね、前より泣きながら食べるのはあんまないのか。うん、このフォーク使う、フォーク、この右手
フォーク。嫌な。あるよ。水あるよ。なんかこっち見てるとき水よこせってあれなのか。かな。なんかこのコップなのかと思ったけど。はい、変な気管入った。大丈夫かな。はい。あるよ。はい。もうちょっとかな。うん、あと一口ぐらい。うん。ほら。病院もふりかけ持ってけるといいんだけどね。ああ。ほら、ほのちゃん。じゃあごちそうさまだ、これで。もうないよ、でも。ほのちゃん、ごちそうさまでしょ、もう。ん？ないよ、もう。ねえ。はい。ごちそうさま。やっこ？